はいどうも、おびすけです。というわけでね、今回も COD モバイルやっていきたいと思うんですけれども、バグなのか何なのか、運営が仕事をしてないのか何なのか分かんないですけど、ダイヤモンド迷彩って流行ってるじゃないですか。それとはまあ同じようなもんなんですけど、プラチナ迷彩ってあるじゃないですか。これだね。このプラチナ迷彩をゲットするには同じ銃タイプの、ゴールド迷彩を全て獲得するっていうことで、例えばだけど、こうやって今 SMG があるじゃないですか。 SMG これを全部ゴールド迷彩ゲットしたら、今出てる、このプラチナ迷彩っていうのはゲットできるはずなんですけれども、まあ他のやつもね、こうやってプラチナつけてるんですよ僕。だけどあれAGR ゴールド取ってないんですよ僕。なぜかプラチナ迷彩出たんですよ。でこれあくまで予測ですよ、予測だけど、まあ、この QXR とか AGR っていうのは最近追加されたじゃないですか。だから、プラチナ迷彩が出てからここの2つが出てるんで、多分ここがまだ対応されてないんですよね、そのプラチナ迷彩の実績のところに。だからやるなら今です。今、この今並んでるフェネックから999か、まあ、多分最初は RUS になってると思うんだけど、ここまでを全部ゲットしただけでプラチナ迷彩出ます。だから AGR と QXR、 これゴールド迷彩出さなくてもここはプラチナ迷彩出ます。まあ、僕だけなのかな、多分違うと思うんだけど、他の人も多分みんなそうだと思うんだけど、出ると思います。ちょっと断言はできないです。まあやるなら今かな。まあ、1個ゴールド迷彩出すだけでも僕結構大変だったんで、まあ、AGR と QXR これ2つやらないってなると結構楽なんじゃないかなと思って、それでちょっと今回ご紹介させていただいてます。それじゃあちょっとプラチナ迷彩使って遊んでこっかな。それじゃあプラチナ迷彩使って、行ってみよう。やっと入ったな。サミットのハードポイントですね。ほらかっこよくない？結構ありだよね、これめっちゃ好きなんだよね。さあじゃあフェネックの、プラチナ迷彩か使っていきましょうか。でもこれプラチナっていうよりシルバーだよねはっきり言っちゃうけど、これいつも思ってたんですよ僕。これ絶対シルバー迷彩なんだよね名前的には。いやーこれやめてほしい。絶対あの人再ストックのパークトロとしてよね。オッケー、どうも。あれ敵どこにいる？あ、そっちにいたんか。みんなどうなのかな、ベクター使ってんのかな。ちょっと前にベクターのデュアルかなの方の弱体が来て、そっちいるよね弱体が来て、多分使用率が一気に減ったと思うんですよ。そっからやめようかな今日そうで使用率が一気に減ったと思うんだけど、どうなのかな、みんな使ってるのかな。はいどうも。お、マジで今日ダメだもうね、この動画撮り直して3回目4回目ぐらいやんだよね今。そう今はね、ちょっと僕これ今車の中で撮ってんだけど、やっぱお正月っていうことで親戚とかがね、あー待って下手くすぎる、親戚とか家にいっぱいいるから、その中で撮るのはちょっと恥ずかしすぎた。ナイス味方。そうだから今ちょっと一人で車で撮ってるんだけど、寒くてしょうがねえ、マジで指動かない。それはずるいよエアストライクは。あれなんかいたよね今。はいどうも。もう無理だってそれマジで。いやマジかよ。じゃあこっちから回っていきましょうか。あ、ナイス味方。
片手使ってる人いんのかな、デュアルじゃなくてね。あ、変わっちゃった。いや、マジで手が寒すぎる。さあ、じゃあこっちから行って、グラスポー、なんでマジで撃ってる。せっかくグラスポー出したのに。はい、どうも。さあ、壁の反射使って EMP 出して、やばい、ろれつも回んなくなってきた。はい、どうも。あ、今日やめた方がいいかもしれない、マジで。そう、それでさ、何の話しようとしたっけ。ダメだ、ボロクソすぎて何の話したかったかは全然思い出せない。あ、そう、それで、あ、そうだ、ピースキーパーだ。ピースキーパーって今ね、課金であるじゃないですか。あれもさ、課金のピースキーパーってさ、いや、クライアもマジやめてほしい。おお、フェネックデュアル使ってる人いるじゃん。マジか、ちょっとびっくりだな、これは。そうで、ピースキーパーがさ、有料のやつ今あるじゃないですか、ガチャで。あれをでキルされると、あれでキルされると、まあ一時的に、一時的っていうか、まあ音が聞こえなくなるじゃないですか。あれをさ、ランクまで乱用されるのはマジできついよね、はっきり言って。はい、どうも。まあでもさ、あれもさ、ランクまで使われるの確かに嫌だけど、まあ課金してる人の特権なのかなって思っちゃうんだよね。あれはでも本当に嫌だよね。さあ、じゃあ UAV 出して、クラスターストライク出しましょうか。この辺出しとこうか。さあ、どっちから来るかなって言っても、弾がないんだよな、そっち来たな。お、 AK47 じゃあもらいましょうか。無理だってマジで。EMP 出しましょうか。あ、全く意味がない EMP だったな、クソ。さあ、じゃあこっち側開くと思うんで。はい、どうも。実際どうなのかね、ピースキーパーも。なんかでも実際合ってる情報なのか間違ってる情報なのか分かんないですけど、ツイッターで前チラッと見たのが、デュアルにやられる。そうで、ツイッターでチラッと見たのが、なんか故意にそれ、まあ、バグがある武器だったりとかっていうのを使うのは一応違反行為だっていう画像を前ツイッターで見つけたんだよね。そうだから、それもどうなのかなって思って、違反行為に当たるんだったらまずいだろうし、まあだけどね、課金してる人もいるからやめろとは言えないし。あ、負けたね。そうだからね、ちょっとそこも難しい問題だとは思うんだけど、まあでもさっきもやっぱ言ったけど、課金してる人の特権なのかなって思って、我慢するべきなのかな。まあ僕は、まああくまで個人の見解なんですけど、僕は使ってくる人がいたら、その人キルして、ピースキーパー奪って、
使ってた人をキルしに行きます毎回。でまあね、その課金してない人の気持ちをちょっと話そうかなみたいなね感じでたまにやるんですけど、まあそれもちょっとどうかなとは思うんですけどね。まあちょっと話はそれちゃったけど、まあ今回は、簡単にプラチナ迷彩か、またシルバー迷彩って言いそうになったもんな今そう、プラチナ迷彩をゲットする方法だったんですけど、まあゴールド迷彩の入手法は僕が前上げた動画で、あのシップメントでやる爆速の上げ方っていう動画があると思うんで、それを見てもらえばいいんですけど、まあそれでやって、プラチナ迷彩を解除するっていうのもありだと思います。その動画はまあ概要欄か、まあ、右上の方に出てると思うんで、まあどちらか分かんないですけどチェックしておいてください。この動画が面白かったら、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録者数がね、まあ、徐々に増えてきてますまあまだ12人とかさ、そのぐらいなんですけど、ちょっとでもそれで2桁超えたっていうのがすごい嬉しくて、本当にチャンネル登録してくださった方ありがとうございます。概要欄にツイッターのリンクを貼ってますので、そちらからツイッターのフォローもよろしくお願いします。それとなんですけど、ちょっと前からココナラっていうアプリのリンクも貼ってあると思うんですけど、ココナラっていうアプリの方で動画編集だったりとかいろいろ仕事受けてますので、もしご依頼がありましたらそちらの方もよろしくお願いします。もしココナラにないような内容だったとしても、ツイッターの、リプとかで来てくれればお仕事の依頼受けたいと思いますので、何かあり次第、ツイッターか、まあ、ココナラの方で連絡をしていただけると嬉しいです。というわけで、次回の動画でお会いしましょう。お相手はオビスケでした。